JRA の藤田七子騎手、27イコール美穂根本、が JRA に引退届を提出した。11日、師匠の根本康弘氏が明らかにした。根本氏は11日朝、美穂トレ線で報道陣に対応。藤田七子の騎手引退の申請はしているが、まだ受理はされていない。この件でご迷惑をおかけして申し訳ありません。 自分の万年筆を貸したけど大泣きしながら、引退届を書いていた、と神妙に語った。藤田七子、藤田七子、1997、平成9、年8月9日生まれ、茨城県出身の27歳。競馬とは関係ない家庭に育つ。16年3月、美穂根本康弘旧社からデビュー。同年4月10日の福島 QR、 サニーデイズで初勝利。19年、g サンカペラ S、コパノキッキング、お正し JRA 重賞初勝利、同時に JRA 女性騎手による JRA 平地重賞初勝利をマーク。JRA 通算3897,166勝、重賞1勝。1メートル57、45キロ、血液型 A。